どうも皆さん、こんにちは。キョウクです。今回ですね、なんと闇の弊社で作れるユニットがですね、ここを見てもらえば分かるんですけども、近日公開となっていますよね。その近日公開のところがですね、なんとこちらの画像をご覧ください。こちらですね、なんとこういうモンスターが出るということです。訓練時間は15分、そうですね、15分っていうと結構中盤ぐらいですかね。収容スペースは20、ドラゴンと一緒ですね。移動速度は12ということで、結構遅いのか中盤なのか分かんないですね。移動速度ちょっと気にしたことがないんで。そして優先攻撃目標はですね、防衛設備ということで、その防衛施設、この見た目からね想像できるかもしれないんですけども、攻撃タイプはスプラッシュフリーズというね、スキル効果を持っていて、防衛施設をフリーズさせる。要するにですね、タウンホール10かな、10で作れるフリーズの呪文あるじゃないですか。防衛施設を一時的に使えなくする機能を停止させるという効果を持ったユニットです。要するに防衛施設に近づいて、バルーンのように、これは対空ユニットなので、バルーンのように近づいていって防衛施設を何秒間か凍結させるということですね。この使い道としては、ダークエリクサーなので、やはりレベルが高い上級者向きのユニットになるかなと思います。私は今タウンホール8なんですけど、多分使う予定はないですね。多分タウンホール9、10から使われるユニットじゃないかなと思います。ということで、今回は闇の弊社で作れるね、ユニットが追加されるかもというね、話題でした。ご視聴ありがとうございました。